ある花屋の主人の娘が殺されたとの依頼で、その原因を調べるためミスタは一人の彫刻家を訪ねてきた。そこでミスタはその男の石のスタンドにブチャラティが掘られているのを怪しく思い、彼を拷問していた。何者だ？なぜブチャラティを知ってる？花屋の娘の墜落死も気になるが、なぜ俺をレストランからつけた？娘？あんた警官か？いや、警察はこんなことは。いいかこのゲロ野郎、質問すんのはこの俺だ。おめえは答えるだけだ。それだけに集中しろ。いいな、余計なことを言ったりやったりするのはやめろ。余計なことって中には嘘を言うことも含まれるんだからな。よし、一つずつ質問するぜ。順番を追ってだ。おめえはギャングか？どこかの組織に属しているのか？後で調べればわかることだがな。いや、僕はただの彫刻家だ。有名ではないが生活はできている。じゃあなぜスタンド使いになれた？そのスタンドとは何のことか知らない。この能力のことなら、いつしか子供の頃から出るようになった。あんたもそうなのか？へい！次の質問だ。なぜ俺をレストランからつけている？そしてなぜてめえはブチャラティを知っている？ブチャラティ？ブチャラティというのか、彼の名は。彼に会わせてくれ。一緒に来てるんだろ、このマンションに。へい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 、質問の答えになってねえんだよ、この間抜けが。あんたの気に入る答えじゃないかもしれないが、この石は僕の心とは無関係に動く。子供の時からずっとそうだった。自分ではどうしようもないパワーなんだ。石はあんたをつけてきたんじゃない。彼を、ブチャラティをつけてきたんだよ。おうおう、そうかよ。てめえそんなに二度と飲みが持てねえ体になりてっつのか。予想が外れて残念だが、ブチャラティは遠くの場所に行ってんだよ、ボケ。嘘を言ってるのは君の方だ。ブチャラティはこのマンションに来てるはずだ。会わせてくれ。彼の人生に関わることなのだ。なめてんじゃねえぞ。おめえ花屋の娘も殺したな。おめえの目的は一体な？てめえ何やってんだこら。妙な動きするなと言ったはずだぞ。石は言ってしまった。歴史の頂点に輝くかのミケランジェロが言った言葉がある。私は大理石を彫刻するとき、着想を持たない。石自体がすでに彫るべき形の限界を定めているからだ。私の手はその形を石の中から取り出してやるだけなのだと。何言ってんだこの野郎。すぐに石をここに戻さねえと貴様死ぬことになるぜ。ミケランジェロは、究極の形は考えてから彫るのではなく、すでに石の中に運命として内在していると言っているのだ。彼は彫りながら運命を見ることができた芸術家なんだ。あのブチャラティの形も僕が彫ったわけではないし、君の銃弾が彫ったものでもない。あれは運命の形なんだよ。象は胸に穴を開けられ血を流していましたね。数日後か、あるいは数ヶ月後かわからないが、ブチャラティは近いうちそうやって死ぬ。我々はみんな運命の奴隷なんだよ。それが僕の能力、ローリングストーンズの意味なんだ。これが最後だぜ。石をここに戻しな。てめえが死ねばてめえのスタンドも消えるんだぜ。分かってるな？私のローリングストーンズに彼が触れれば、彼は苦しまずに死ねるんだ。せめて彼の言い残す言葉を聞くために会ってやりたかったが。こいつ何なんだ、舐めやがって。なんだってこんなに落ち着いてやがんだ。畜生。いいだろう、死にてえのか？ああ、そんなにその壁に脳みそぶちまけてえのかてめえ。その後ミスタは彫刻家の話が本当だったということを知って、ブチャラティを助けるため石を破壊した。無事に助かったブチャラティは、涙目のルカの調査をするため空港へ聞き込みをしに行った。ブチャラティたちはポルコの隠し財産を取りに行くためヨットでカプリ島に向かっていた。そこで次々に仲間たちが
敵の謎の能力で姿を消し、とうとうブチャラティだけになってしまった。カモメが飛んでるってことだよ。もう肉が近いってことだな。とうとう一人ぼっちになったな、ブチャラティ。てめえ、一体。待て待て待て、しゃべんだこの俺だ。俺が仕切る。おめえは黙ってろ。てめえのメソメソしたセリフなんて聞きたかねえんだ。俺が質問して答えろって命令するまで口を塞いでろ。耳くそをかっぽじるのは許可してやる。いいな、よし。俺はおめえをわざと最後まで残してやる。チャラティ、おめえのことはいつだって自由に始末できるし、おめえの仲間はみんな生きて、いや生かしてやる。仮死状態ありがたく、おめえ殺して海に捨てることもできた。お魚さんたちが食いやすいように細切れにしてな。それでだ、お前さえその気なら仲間は元通りになることもできる。おめえが今向かっている4億、いや、6億円のポルポの隠し財産のありかを俺に教えればな。貴様、組織のものか。なんか、おめえ分かってねえな。ぶっ殺すぞ、てめえこら。いいか、喋っていいのは6億のありかだけだ。それ以外の言葉を一言でもその元気に向かったケツの穴みたいな口から吐き出してみろ。一言につき仲間一人殺す。何って聞き返しても殺す。くしゃみしても殺す。黙ってても殺す。後で嘘を言ったと分かったらまた殺す。いいな、注意深く神経使って喋れ。それじゃあ質問するぜ。6億はどこに隠してあるんだ。海に来る。どこだって？海猫だ。ありゃカモメじゃねえぞ。海猫だ。どうやって見分けるか。ニャーニャー鳴くのは海猫だ。お前はカモメって言ったが、ありゃ海猫の間違いだ。一人ぶっ殺す。やってみろ。お前がどこにいるのか分かった。引きずり出されなきゃな。さっきデッキを殴ったのはアバッキオを探すためじゃない。船底に穴を開けるためだ。アバッキオはお前がどこに潜んでいるのか謎を解いた。それを自ら証明していってくれたもんでな。船底に穴が。お前がどこに潜んでいるのか、どうやって見分けるのか。アバッキオの血だぜ。アバッキオはわざと拳を傷つけて流した血を俺に見せてくれたんだ。血の流れはデッキの床下に落ちていなかったんだ。血のりは途切れていたんだ。デッキの表でぷっつりとな。アバッキオの体はデッキの下にはいないってことだ。つまりどういうこと。どこに引きずり込まれたのか。もうバレたんだ。溺れんのが嫌ならよ、出てくることだな。船は2隻あった。ヨットの上にもう1隻のヨットを薄っぺらにかぶせて隠れていたんだ。貴様はその表面の薄っぺらの船の中を移動して俺たちを攻撃してやがった。そばに来るじゃねえ、ブチャラティ。仲間をぶっ殺せ。てめえは姿を現した。そんなシャバい脅しにびくついてギャングがやってられるかどうかはてめえ自身がよく知っているはずだ。やめれば許してやる。だがアバッキオを刺した瞬間てめえの命も取る。ジョルドが言った通りだ。隠れて攻撃する能力ってことはそれが弱点、呪いやるのさ。
倒した敵からの話でカプリ島にはすでに敵の仲間が待ち構えていることを知り、先手を打つためミスタとジョルノはカプリ島に前乗りして迎え撃つことにした。カプリ島で待ち構えていた敵を追い詰めようとしたミスタはトラックの屋根に乗って敵と戦っていた。敵はミスタの弾丸を固定させて体内に入る前に止めているので弾丸が到達することはなかった。ミスタは敵の口の中を狙って撃ったがやっぱり痛っやっぱり狙ってきたな口の中をよ普通なら考えるよな。体の中なら固定の能力は使えねえってな。防御すんの面倒だからこっちから口開いてやったんだぜ。チクショー、すげえ痛えけどよ。バカな、口の中でさえ固定してガンガンガードできんのか。だがどうやら残り一発ってのは本当だったらしいな。次の弾丸って来ねえもんな。残りがあるなら何発も撃つもんな。やることはおしまいか、ミスター。やることがもうないんならこっちの発射パワーは十分溜まったぜ。ミスター、俺の勝ちだ。食らえ、解除だ。解除したぞ。やっぱりこいつ油断したぜ。残りの弾がないと知って油断したぜ。こいつに近づきたかったんだよな。近づけばあそこを狙うのが正確になるからよ。何？こいつら、俺の指にいつの間に集まってたんだ。しまった、距離が近すぎる。いくぜ野郎ども。うやい、クラフトワーク防御しろ。何、弾丸を真っ二つに。あと一発ぐらい命中したって構わないが、こいつら近づいて、まさかあれを狙ってんじゃねえだろうな。あれはやばい。まさか、うわあ、あれを狙ってんのか。同じ傷口を狙ったんだぜ。傷口のとこで止まってる銃弾にもう一発ぶち込んでやれば、固定して止めたとしても一発分頭の奥に食い込んでいくよな。とはいえそれでも不死身っつうんならしゃあねえが。ミスタは物質を固定させる能力を持つ敵をなんとか倒すことに成功し、ブチャラティはここカプリ島に隠してあったポルフォの隠し財産を無事入手できた。次の目的地に向かう前、ジョルノはこの平原で新たな敵と出くわした。敵の能力は人間をバラバラに細かくして全く別の物質に大きさまでも組み立て直してしまうスタンド能力だった。ジョルノは自らの腕をピラニアに変え敵の体に侵入させ食い込ませた。おぎ、どうかしたのか。ベビーフェイス、どうした、答えろ。うるせえぞ、黙ってろメローネ。すべててめえの言う通りやったからこんな目に遭っちまったんだ。影に化けろとか確実にやるとかくだらねえこと言いやがってよ。くらったのかベビーフェイス。信じられない。この新入り何者だ。こいつの情報さえあれば最初に始末しといたものを。いやー、頭部まで達するそんなでかい穴は胸から背にかけてがっぷり開いているというのに。まだ動けるのか。その不死身さ、通常のスタンドではないな。お前話には聞いていた自動追跡タイプのスタンドだな。だからそのスピードパワーにもかかわらず本体の近くにはないのか。やろう、やってやるぜこのダボ野郎が。ベイビーフェイス、早まるなよ。落ち着くんだ。いいかよく聞け。カメを取られダメージも食らったようだが、おめえは負けたわけでも任務に失敗したわけでもない。トリッシュとリーダーのブチャラティを依然物質に変えたままってことは確かなんだ。ここは危険を犯すことはやめよう。現状を維持するんだ。お前はもうそいつと戦わなくていい。その荒野の中の石に身を隠せ。トリッシュは連れてき損なったが
残る仲間ギアッチョとリゾットに連絡済みだから、それぞれがそこの場所に今向かってる。隠れて仲間を待とう。いいな、身を隠すんだぞベイビーフェイス。亀のクソだ、これは亀が垂れたクソだ。俺の顔に、なんで俺の顔にこんな、なんで俺がこんな目に遭わなきゃいけねえんだ。この俺の心の痛みは、この償いは、てめえの屈辱ある死でもって支払ってもらうぜ。繰り返すぞベイビーフェイス、現状維持だ、身を隠すんだベイビーフェイス。うるせえぞメローネ、てめえは何もしねえで口だけ出しやがって。てめえの言うことなんか聞いてたからこんな目にあったんだ。こいつに一二発食らったところで俺は無敵だ。影なんかに化けずに最初から俺の攻撃したいようにしてれば何の問題なく終わったんだ。落ち着けベイビーフェイス、切れるんじゃねえぞ。やばいぜ、自動追跡の欠点は俺の指示を 100% 聞かないことだ。お前を破壊しなければウチャラティとトリッシュが元に戻らないというのか。必ずやる、逃がさない。そして今度はゴールドエクスペリエンスをお前の頭部にぶち込む。それでも動いていられるかな。頭部にだと？やってみろよ。お前に5発もえぐられたんだ。攻撃の間合いは覚えてる。こいつ間合いがぐーんと伸びたぞ、さっきよりも。ベイビーフェイス、身長が伸びている。ここまでの成長かと思っていたが、切れたせいでまた育ち始めたのか。自動追跡スタンドは 100% 俺の指示には従わないが、このベイビーフェイスはいいかもしれん。この性格ならパワーもスピードも任せてもいいぞ。あの母親の性格が良かった。やはりあの女を選んで良かったぞ。その後ジョルノは苦戦の末、遠隔操作で動く敵スタンドを倒した。一行は駐車場で車を入手し、次の目的地に向かった。サルディニア島に向かう前、彼らがレストランで食事をしていると、突然水から水へジャンプするスタンドと、人間の舌に取り付いて嘘だけを喋らせるスタンドがナランチャに襲いかかってきた。だがナランチャは敵スタンドを返り討ちにし、隠れて攻撃していた敵スタンド使いの本体を探し出した。見つけたぞ、そこにいるな。なんだと。そこのおめえだよ。俺の攻撃を受けて呼吸が荒くなってるおめえに言ってんだぜ俺はよ。バカだ、しまった、この広場には水がねえ。ナランチャの近くまでジャンプするための水がねえ。くらえ、エアロスミス。ダメだ、ティッチャーノ、ティッチャーノ。これなら、ナランチャのところまでジャンプできる水できたろう。スクラロ、もうほんのちょっぴり予定があってはなかったから、勝利には変わりがない。俺たちの勝ちにはない。ボスの命令、そんなことはもうどうでもいい。任務が動機で奴をやるのではない。ティッツァーノ、俺はお前のために奴を始末する。てめえの死体は破片も残さねえ、粉々にして償わせてやる。緩むと思うのか、これ式のことでよ。俺たちはよ、このベネチアを何事もなくみんなで脱出するぜ。それじゃあな。ボロ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 。ガッ、ああ。ボラルピア。ジョルノ。やった。かすかに息を吹き返せる。ギリギリだったが危なかったぜ。
敵を倒した今が脱出のチャンスだ。このまま空港に行き飛行機をゲットする。